進入コースとり吉川明をもちろん内を伺いますが、池田浩二が抵抗1234と4艇が早めにホーム側、残る2艇、5番6番はまだバック側です。シリーズ初日の G3 サラダパン賞序盤のカード、対戦カードは第3レース予選競争、インコース1号艇大阪松本和樹、前回優勝エンジンをゲットしました、人気は上位の陰線であります。2コース2号艇兵庫高橋正雄、来季は A1 復帰、こちらも前回優勝エンジンです。3コース定番通り3号艇愛知池田浩二は明日2日目のドリーム戦メンバー、池田ももちろん人気です。4コースは稼働系地元4号艇吉川明夫、直前下関で優勝戦進出、1、2、3、4と4艇がスロー。5コースが稼働5号艇愛知大沢誠也、琵琶湖はデビュー初一着水面です。6コース6号艇福井佐藤優、チルとは 2.5 度のセッティング、進入スタイルは4対2、現在は左横風が2メーター、箱は2センチ。10秒前、第3レース予選競争、インコースから1番、2番、3番、4番、ダッシュ、5番、6番です。スタートしました。斜め一線でインコース1号艇がトップスタートを放った松本和樹、一周1マーク。まずはインから1号艇松本が逃げる。3号艇池田浩二が任さすか。外行って内から4号艇5号艇2番6番と旋回バックステッチ入って、さあ陰線から押し切った。先頭は1号艇の松本和樹。さあ2番手の勢が焦点、4号艇3号艇が並んだ。3号艇池田の懐、4号艇さらには5号艇も上がってくる。5番4番3番3艇が並んだ。2番手の勢一周2マーク。スタートは正常でした。4号艇が先に行った。内を切り込んで3号艇池田、あるいは5号艇ですが、ホーム直線コースに帰って先に行った4号艇の吉川明夫、単独の2番手、3号艇池田も3番手、上位の3人が1番4番3番も2番手から4番手、4号艇3号艇5号艇3艇はまだ僅差。レースは2周目1マーク。3号艇池田が一旦引いて切り込んでいくんですが、バックステッチ入って、さあ4号艇の吉川明夫先に回って、ここは2番手をキープ。3艇進4艇進行方、3号艇池田浩二が単独の3番手、3番手4番手は定間が開いて、4番手以降は5号艇2号艇最高方が6号艇。レースは2周目にマーク。3号艇池田3番手からどうするか、内を狙って切り込んでくるんですが、4号艇地元吉川清2番手をキープ。上位の3人が1号艇4号艇3号艇でばらきつつあります。4番手以降は5番2番6番が追走。レースは最終周回に入っております。インからトップスタート1号艇の松本和樹、一周の内マークを堂々の押し切り。2番手は地元4号艇吉川清、3号艇池田浩二が接近ですが、どうでしょうか。4号艇3号艇定冠さんは3艇進出か4艇進ぐらい、上部の3人が1番4番3番は変わらず、最終ターンマークの旋回。先頭1号艇松本、後半は第11レースに再登場。2番手は地元4号艇吉川清、どうやら2番手をキープ。池田浩二は3番手143です。第3レースは間もなくゴール。先頭1番の松本五輪、2番手4番吉川、3番手は3番池田、5番2番6番がゴールインです。以上、第3レース予選競争でした。